雨、岩だらけで歩きにくい。だんだん休んでる時間が長くなってきた。みんなに追いつかなきゃ。あれ、楽しくない。しんどい。足は痛いし、ザックが重い。つらい。もう帰りたい。なんでこんなところに来ちゃったんだろう。葵ちゃん、大丈夫？うん、ちょっと休もう。崖？ここ通るの？落ちたら絶対に助からないよね。怖い。どうしよう。葵ちゃん？地面だけ見て歩いてみ。怖くないから。ひなた。ひなたちゃんの言う通り、周りを見ないで足元だけ見て進むの。本当だ、あんまり怖くない。これならなんとかなるかも。一歩一歩前へ。ついちゃった。やったね。もう平気だよ。ほら、なんともなかったでしょ。はい。見返すと普通に怖いんですけど、一歩ずつ進めばなんとかなるんですね。そんなもんだって。自分の足だけで。なんて充実感。なんて空気が美味しいんだろう。これが、これが登山。ひなた、カエデさん、ココナちゃん、ねえ、すごい、すごいよ景色。な、何？いや、葵がこんなにはしゃいでるの初めて見た。え、そっか。今、私笑ってる？こういうの、楽しいって言うんだ。ここ、来るとき怖かった道。一度通ったからかな。もうなんともない。あんなに怖かったのに、なんでだろう。なんか嬉しいな。ちょっと辛かったけど、とっても楽しかった。もっともっとこんな気持ちになってみたい。もっとねえ、ひなた。お、そのね、前から考えてたんだけど、富士山に登らない？お、オッケー、いいんじゃね、富士山。いやー、ちょっと前まではあれだけ嫌がっていたのに、自分から行きたいっていうようになるとはね。富士山？登山だなんて、ただでさえ危ないのに夜登るなんて。だいたいあなた女の子でしょ。お母さん、最近夜遅くまで出歩くことも増えたし、夜の登山なんて絶対許しませんからね。葵が富士山にね、危ない目に遭うんじゃないかって心配で、山なんかに興味を持つ子じゃなかったのに。きっと本当に好きなことができたんだ。それはいいことだと思うな。そうかしらね。ちょっといいか。うん。この前は友達と三ツ峠に登った。富士山がすごく綺麗に見えたよ。それで今度はその富士山に登るのか。お母さんの気持ちもわかるな。え？一人娘がいきなり夜登山だなんて言い出したら心配して当然だろ。うん、葵が本当に登りたいと思うのなら心配ないんだって、ちゃんと説明して説得しないとな。お母さん、私やっぱり富士山に登りたい。葵、まだそんなこと。富士山はね、初心者でも登れる山なんだよ。夜登山って言っても、明るいうちに頂上近くの山小屋まで行って、夜登るのは夜明け前の 2,3 時間だけだし、同じ学校の山に慣れてる先輩も一緒だし、行動予定は前もって全部教える。携帯が通じるから、まめに連絡もするよ。だから、
これは絶対折れそうもないわね。わかったわ。今回だけはオーケーしてあげる。よかったのかしら、これで。だけど、あんな一生懸命な葵、初めて見た。強くなったのね、あの子。なんだか複雑な気分だわ。ちょっとわかった気がする。強く願う心さえあれば、道は開けるんだ。富士山。私、登山のこと、まだ全然わかってない。三つ峠の時もヘトヘトだったし、今回はうまくやれるかな。また、不安になってきた。ねえ、あのね、本当言うと心配なの。明日ちゃんと登れるかどうか。だよね。実は私もちょっと心配。私もです。え？でももう決めちゃったし、勢いで行くしかないかなーって。不安だけど楽しみだしね。はい。そっか、みんな気持ちは同じなんだ。心配ならさ、後で楓さんに電話したら。うん。明日のことが不安なのね。え？はい。私これで良かったんでしょうか。ガーッと勢いで富士山行くことになっちゃいましたけど、最後まで登れるかどうか今になって心配になってきて。ちゃんと登れるかどうかは分かんないな。もうやだ、二度と行くもんかなんてよく思ったけど、でもやっぱりまた行きたくなるのよ。それはきっと自分で決めて自分で挑んで自分で手にしたことだからだと思う。葵ちゃん知ってる？思い出ってね、素敵なことだけ残っていくの。辛い思い出は時が経てばなくなって素敵なことだけ残っていく。そして素敵な思い出って頑張らないと手に入らないのよ。頑張らないと。その勢いは多分大切にした方がいいと思うな。とりあえずさ、やばかったら途中で引き返せばいいんだし。できるとこまで頑張ろ。そうだ。恐怖は見えない。ぶつかって初めてそれがなんだかわかる。とりあえず前に進もう。ぶつかってから考えればいいんだ。あれ、みんな早くない？頭が痛い。どうしちゃったんだろう、私。みんなの声が聞こえない。頭が痛い。なんかものすごいしんどい。どうしよう。葵ちゃん大丈夫？はい。あとちょっとで8合目だから、もう一頑張りね。ひなたたち行っちゃったんだ。どうしよう、全然良くならない。なんでこうなっちゃったんだろう。葵ちゃん落ち着いて、行かなきゃ。葵ちゃん、だってずっとここまで頑張ってきたのに。無理してこれ以上行って帰れなくなったらどうするの。山は逃げない。何回だってチャレンジできるんだから、焦らないでね。綺麗ね。本当に綺麗なのに、なんで私の体は動かないんだろう。悔しいよ。ゆっくりね、無理しちゃダメよ。なんで嫌な顔しないで一緒にいてくれるんだろう。こんなに迷惑をかけてるのに、いつまでこんなこと続けなきゃいけないんだろう。なんで私はこんなに辛いのに山に登ってるんだろう。なんでこんなとこまで来ちゃったんだろう。家に連絡は？ああ、そうだった。かけたくないな。あれだけわがまま言ったのに、きっと怒られる。葵？お母さん？どうしたの？連絡なかったから心配したわよ。
ごめんなさい、ダメだった。何その声、大丈夫なの？うん。何言ってるの、頑張ったんでしょ。体は大丈夫？ちゃんと帰ってこられる？うん。なんでこんなに心配かけてるのに励まされるなんて。もうどんな顔していいかわかんないよ。疲れた。頭も足も痛い。しんどい。もうこんな思いはやだ。山なんて夏休みなのに何をするでもなく、いいのかなこれで。あれから心にぽっかり穴が開いたみたい。何をしてもすっきりしない。富士さん、あそこに行ってきたんだね。だね。ごめん。あれからずっと心にぽっかり穴が開いた感じで、失敗しちゃったのが辛くて、同じくらい悔しくて、いろいろ考えたけど、でもやっぱりまた山に登りたい。あ、そっか。富士山からボロボロになって帰ってきた時はどうしようかと思いましたけど、こんな景色があるなんて知らなかったわ。あの子、こういうものが見たかったのね。自分が足で歩いて私の知らない景色をどんどん知っていく。どんどん大人になっていく。嬉しいけどちょっと寂しいわね。ああ、怖い。だってロープウェイあるんだもん。やっぱり無理だよ。今さら何言ってんの。だって冷静に考えてみたら怖いよ。高いよ。だったらさ、楓さんに相談してみたら。前から思ってたんですけど、楓さんってなんでそんな怖いところ平気なんですか。その谷川岳に登ろうって、登りたいって思ったんですけど、ロープウェイがあってやっぱり怖くなっちゃって。葵は高いところダメだもんね。でもね、 2,3 回乗っちゃうともう慣れて何も感じなくなっちゃった。 2,3 回でですか。そう、怖くったってさ、慣れちゃえば意外とそうでもないっていうか、自分が怖いって思い込んでることとか不安に感じてることって本当は大したことじゃないのかもしれないわね。大したことない。そう、例えば山登りで行きは怖かったところでも帰りはあまり怖くないとか、葵ちゃんも経験あるでしょ。あ、この間三つ峠で。怖いっていう自分の心が余計怖がらせているのかもしれないわよね。自分の心、決めちゃえばいいよ、ここに行くって。そしたらもう行くしかないから、自然と覚悟できるようになると思う。危なかったらいつでも引き返せばいいんだからさ。悩むならとりあえず前へ進んでみたらどう。答えは後からついてくるから。歩き出せばどうってことないのかもしれない。葵、葵さん。そうだ、進もう。思い切って前へ足を踏み出すんだ。行きたいところって。吊り橋。大丈夫だよ、そんなに高くないから。大して揺れませんよ。だけどやっぱり怖い。葵さん。あ、葵。大丈夫だよ。ちょっと、ひなた。下を見ないで、大丈夫だから。ひなた、もしかして私がリフトやロープウェイを怖がってたから高いところに慣れさせようとしてるの？それでこの公園に？そうだよね、そういうとこあるよね、こいつ。人は表情を見る。表情で印象は変わる。
そっか、そうなんだよね。いらっしゃいませ。あー、いたいた。え、ひなた。入ってきた時、いい笑顔だったよ。え、じゃねー。はぁ、ひなため、余計なことを。でもなんか、少し気が楽になったかも。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。葵ちゃん、大丈夫？は、はい、大丈夫ですよ、全然。ならいいけど。葵？顔真っ青だ。やっぱり怖いよね。これ。思い出して。そうですね。葵はこんなところで立ち止まったりしない。どうぞ前へ進める。通過おめでとう。